生ファラオのデカチャンネル、デカチャンネル、弥生軒です、はい、生姜焼き定食、唐揚げ5個と、だし巻き、いただきます。あります。たまる。そんなめっちゃお腹空いてないんですよね、今。でもちょっと食べとかな。今からちょっと会議室こもるんで、ちょっと食べとかないと。あんま。昨日も唐揚げ5個ぐらい食ったんだけど、うん、うまいっすよ、なんぼでも、うん、なんかおかわりできるから、うん、うん、で、予想何入っちゃう、3、いやでも米2やん、マジの話、米食いすぎてしんどくなる、ね、あ本気飯やったらな、マジで5でも6でも、ほんま本気やったらな、頼もしい地球安泰やな、地球こんな人がいたらよくないで、多分地球的に回してくれてるから経済を。うまっ。甘い感じが好き。甘い派。甘い派。ご飯甘いです。実家甘い派で、おばあちゃん家がしょっぱい派。ああ、もちろんいい。うわ、どっちも好きやけど、おばあちゃん家もたまに食ったらうまいなって。いつもが実家やから、実家も好きやけど、甘いからどっちも好きやん、どっちも好きやけど、でも実家のやつお弁当に絶対入ってて、うん、食べ慣れてるけど、たまにちゃんと食べたらそれも、ね、どっちも、でも今食うってなったらどっちかや、実家の食えてへんやろ、うん、今食うってなったら実家の、うん、甘い、うん、食べない？うん、弥生オリジナルスパイス、うん、唐揚げ塩派かマヨ派、塩完全マヨ、塩絶対マヨやわ、これ一個ってなったらこの絶対もう一個しか今後選べへんと思った、塩塩うん、いやでも胸来たらマヨかな、うん、唐揚げで買う、あ17円の唐揚げに対して、うん、目玉焼きはソース、おお、ソースか、うん、そうです、塩コショウ、おお、ソースで育った、うん、やっぱちゃんと大切や、
焼き鳥は。うわ。好きなのしようかな。塩が意外と濃いもんね。うん。これ、とんかつとかも割と塩やな。まあ、多いな。よかったね。ここがつって。俺そっちも。ここがつって。つった。来た瞬間。これがさ、届いた瞬間に俺が体でぶわーってマジでついてる。げんこつ。炎のげんこつ。え？言い出してる。おい、世のいたずらで一番嫌いなんだ。トイレ行った好きで一品なくすが一番嫌いだ。でもあれ俺ほんま、でも警察許してくれていいと思う。殺してもそれ俺お前にやったことない。まあまあ、はるか昔なあったかもしれない。いいや、俺だっていやちょっと警戒する節やんね。トイレ用意して俺に俺と、うん、えなんかどっかであんねん昔。え？いや俺絶対一品増えてる方があると思うな。増えてるもあるよ。あるやろ。それでいい。いや俺取った記憶ないでマジで。お前の飯。いやもう高校レベルだ。うん？うま？いたずら的な。そう。焼き鳥みたいがためにみたいなやってると思う。おかわり。じゃあ持ち上げてます。怖い。さすが。環境変えへん日や。これは行きます。すごい。すごいね。嬉しそうやったな。言っちゃうで。出しちゃうってうまいっすよ。あ、出しちゃう漬けにした。あ、そんなんあんの。うん、あ、出しちゃう漬けつけたね。うん、やっちゃうで。黄色の中に入ってる。足の意気込みや思ったもん。え、あ、そうそうそう。じゃ、味噌入ってるからさ。まあいいけど。いいよ、間に合うの。あ、そうなの。あ、そういうこと。あ、じゃあもうカバン上げてくれたら、お願いします。おお、やば。
ゼロおかわり。うん？飯食ったんですか？食ってない。え？食ってない。腹減ってない。え？何に腹減ってない？不思議な体や。で、昨日夜中家帰って食ってるから、うん、それが残ってる。まあでも12時間以上あってる、うん、だから16時間ぐらいあってる。だからオートファジーみたいなの言うわ。もうあれ毎日俺それやねん、勝手に。なるほどな。腹減ったら食うってやつな。ほんまそれ痩せるからな。何が太らへんねん。なんなら今ちょっとガリガリで雑魚になる。ちょっと早々筋トレしようかなと思ってます、うん、単独間近やから。飯とやってみるのかな。帰ってからがもう動けへんねん。ごちそうさまでした。うん、袋だからさ、ねえ、うまい、うまい、最高、うん、嬉しい、満たされた、うん。高評価、チャンネル登録してくれてもいいんじゃねえか。